ケナモフに勝ってるのって斎藤くんだけなんですよね。次ケナモフってなったらどういう風に戦うっていうのはもうシミュレーションできてますね。おお、はい、アゼルバイジャンどうですか、はい、アゼルバイジャンは皆さんこんにちは。はい、ちわ。はい、ということでです。今日は、前回の何月ですかあれは、日の本戦は4月ですか。4月ですね。4月終わりのコラボ、はい、5月コラボですか。はい。からのまたもう一度コラボということで。そうですね。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ますコラボと言っていただいて。そうですね、終わったらしましょうっていう話は、はい、僕も言いたいなと思ってたんで、はい、ありがたい限りです、うん、ありがたいです、はい、本当に。前編は斉藤選手の方で語っておりますので、ぜひ皆さん見てみてください、はい、シャツを見てください。そうなんです、これね、造反決定です。販売もしてないのに、すでに造反。まだ非売品なんですけど。あ、非売品ですか。はい、いいですか、造反しちゃって。いや、してほう、いいと思います。いいですか、はい、似合いますね、やっぱり。確かに、何着てもやっぱ僕に似合うよ、やっぱり。これはもう100から150いくでしょう。行っちゃっていいのかな。150。いや、これ絶対僕出たら買おうと思ってました。本当ですか。本当に本当に。マジっすか、はい、出ないのかなと思ってたんで。本当は10枚ぐらい買いますみんなに配る。感謝ですね。みんなに配る。本当感謝です。本当ありがとうございます。あれからどうされて暮らしているのかな。暮らしてる、はい、平本線から、はい、あの穏やかに暮らしてます、ね、穏やかに、穏やかに。あ、そうだ。練習はまあ練習変わらず、ね、変わらずやられてる感じなんですね、はい。コンディションはどうですか。コンディションは良いですよ。あ、本当ですか。はい、はい、あまりこう食べ過ぎず、うん、飲み過ぎず、こういい状態をずっと保ってるような感じですね、はい、体重もちょっとキープしながら、はい、体重もキープしながら、やっぱ自分調子良かった時って普段体重やっぱり抑えてちゃんと動ける体でずっといるっていうのが、うん、はい、いい時だったんで。すごいですね、それが、まあ、またできるっていうのがね、プロですよ。そうですね、もう飲んだくれてますからね、私は。試合終わってから。そんなことないでしょ。まあまあスポンサーさんのね、やっぱり色々、そうです、終わったばっかの時はね。そうですね、確かに確かに。次の試合とかこうファーっとこう考えたりしてるんですか。こう、いや、まあ、年内いけるかなっていうぐらいな、はい、感じで思ってるんで、もう1試合どっかでやれたらって感じですね。あ、はい、年内ですか。年内、すごい情報じゃないですかこれは。どうなんですか。ちなみに今何キロくらいなんですか、体重は。今は練習量で74ぐらいですね。8キロですね。あと8キロか。でも普通に練習していくともう72とか3ぐらいまではまあ落ちてくるんで、うーん、まあまあいい状態ですね。いい状態です、はい、大きい怪我とかもなく、はい、今は今のところは大丈夫です。じゃあ今年見れそうですね、はい、心身ともに最高な感じ。あ、いいですね、はい、あ、精神的にもやっぱ精神、心と体はリンクするなっていうのはすごく思うので、ね、はい、よかったです。心が充実しないとやっぱ体もこういい風に働かないというか、それはもうつながってる、リンクしてるなと思います。間違いないです、はい、間違いないですよ、はい、しょうがないストレスもあるんですけど、できるだけこう健康に過ごすっていうのはすごく大事かなと。ラーメン食べて、ラーメン食べて、消耗したらラーメン食べ てます、ね、すごいっすよね、消耗したらラーメン食べて。本当にマジスシル君レベルに投稿してるんじゃないですか。そうですね、もうラーメン YouTuber としてですか、はい、日本柱ですか、はい、ですか。もうまあサウナとラーメンと山行って、あ、山行って、山行ってだんだんこう幅が出てきた感じはありますね。すごいっすね。もうオギチャンネルはね、もう勝敗予想してる。勝敗予想。勝敗予想チャンネルになっちゃってる、はい。勝敗予想か、もう一人で自撮りして飯食ってる。まあ、ね、荻の日常もね、登録していただければと思います。結構増えましたね、荻の日常。増えました。6400とか。はい。もう今年になって1000人ぐらい。増えたかもしれないですね。もう6500は超えたんですかね。へえー、すごい。ありがたいですね、本当に。結構まとまったあれになるんじゃないですか。毎日やってるから。いや、そんなんじゃない。荻の日常は本当やばいです。ツイッター感覚1分半しか撮ってないんで。斉藤さんのチャンネルはもうしっかりしてますよね。そう、しっかりしてる。 YouTube も上げてメンバーシップもやって、はい、そういう山とかのその廃材を使って売り上げ取ってっていう感じで、はい、そして、まあ、寄付もして、はい、こう組織で動かれてる。そうです、すごいな。組織で動いてますし、なんかこう目的がありますよね。そう、しっかり。僕らは何ですか。目の前の収益、
目の前の収益ってその場のその場しのぎの今日撮ります、何時に来れます、4時来れますかみたいな、さすがに無理だな行けないんですそれは。まあでもこのクオリティだからね、それはあります、できてるのかなっていうのはあります、はい、正直ストレスなく、ストレスなくこうできてるんだと思います、はい、継続しないことにはねどうしようもないですからね。そうなんです、うん、やっぱ続けないとね、うん、だから正直我々と同じぐらいに始めたこの格闘技 YouTuber で続けてる人って多分あんまいないと思うんだよ。めっちゃわかります。あ、ね、あ、確かに確かに。継続してあげるのは大変。まあ心折れちゃいますからね、伸びないとね。なかなかね、難しいとこありますけども。まあ続けましょう。うん、まあ我々はね、死ぬまで。死ぬまでやろうかなとは思ってるんで。いつか大バズり、大バズりするかもしれない。まず100本上げたらバズるみたいな、なんかちょっと見たんだねとかなんかで。はい、もう400本以上上げてる。荻野日常も900本ぐらい上げてる。900ってすごいですね。900ってすごいですよ。斉藤さんと荻窪さん、両方とも継続する努力、はい、継続する才能があるというか。まあ大事ですね、それは。うん、まあ、自分がそんなにこう才能にあふれた人間だと思ってないんで、やっぱせめて続けないと、うん、確かに、はい、実力がつかないかなとは思ってましたけどね。格闘家は結構センスのある子はたくさんいるけど、うん、続けられる人は意外とそんな多くないかもしれないですね。いや本当そうっすよね、はい、負けたらもうなんか練習来なくなったりとかって、うん、結構多いのかな、特に若い選手は。あ、 SNS も、はい、こうなんか逆にっていう議論の人が多いじゃないですか。でも逆になんか俺は SNS やんないんだとか、あ、はい、逆に俺はインスタだけやるんだとか、うん、そういう人言うじゃないですか、うん、でも斉藤さんも荻窪さんもちゃんとまっすぐちゃんとやってその上で次に進むというか、うん、まずそのちゃんとを突き抜けてから次に行くみたいな姿勢が、うん、そういう意味で荻窪さんすごい好きというか、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんとやるっていう、ちゃんとやってます、ちゃんとやってますよ、考えて、考えてます笑われるかもしれないですけど、はい、一応毎回アップするたびにこれは伸びると思ってあげてます。本当に毎日同じ、なんかそんな通すみたいな、光を浴びてバカにしてるバカにしてる。それ京香さんはどういう目で見てるんですか。結構こうなんかもうビー玉みたいな目で見てこられますけど、でも一個言うセリフがあって、うん、仕事だからって言うんですよ。いいこと言うね。いい言葉でしょ。これ大丈夫ですか。全然見ない。斉藤さんが来てくださってるんですから。ちょっと切り替えましょう。まず斉藤くんのコンディションとか、はい、今いい感じで、うん、年内には見れるかもと。いけるようにしたいですね。臨戦態勢整えて、うん、そうですよね。やっぱりね、こう荻窪さんのこういう話とかを聞いてると、なんかあるんじゃないかなとか思っちゃうんですよね。急なそういう展開というか。今でもあれですよね、フェザー級がすごく盛り上がってきてる感じがしますよね。次の9月でもクレベル金原、うん、そして横山、横山真島、真島、うん、はい、すごいですね。白川、白川、中原、中原、牛久萩原、うん、見えないトーナメントみたいな、そんな感じになってきてますよね。組み合わせがいろんな組み合わせが見えるんで、そうですよね。それはやっぱ面白いですよね、はい、ファンからするとやっぱりその中で斉藤豊はどういう次の一手を打ってくるのかっていうのはすごい気になりますよね。そうですね、いろんな人に言われますけど、誰とやるんだ、うん、消去法になってしまいますよね、多分ね、まあ、あとはその結果待ちみたいなところもあるだろうし、どう転がっても面白いというか、うん、実際今回そのケラモフと朝倉未来選手がやった、はい、戦った試合はリングサイドで見られてた。僕はい、リングサイドで見てました。佐藤大輔さんとゴミさんに挟まれて見てました。どういう感情だったんですか。本当に僕ファーストコンタクトどういう風になるかなっていうのをずっと見てて、すごいケラモフのポジショニング立ち位置がすごいいいなと思って、これなかなか攻めれないんじゃないかなって思ったんですけど、したらこう朝倉先生がジャブ打ったのに合わせて頭外に出すタックルで一気に持っていくみたいな、あれを待っていて出させて入るところまで行くんだったら、うん、これ相当レベル高いなと思って、ただ突っ込むだけじゃなくて相手を見ながらタイミング見ながらやってるから、ちょっと確かに、うん、なんか強えなと思っちゃいますね、あれ見るとね。海ちゃんもそれね、その火の乾燥動画みたいで、そのタックルの入り方みたいな、はい、ぬるま子タックル解説してましたけど、はい、うんうんうん、
実際斉藤さんとやった時もそういうタックルだったんですか。やっぱ朝倉選手がサウスポーで斉藤さん多そうだから、うん、それはまたちょっと別なあれなんですかね。僕とやった時はそのローキックに合わせてタックルでテイクダウン取りに来たりとか、うん、基本的には前足を掴みたい選手だと思うんですよ、うん、ケラモン選手で、うん、オーソドックスでもサウスポーでもどっちでもとにかく前足を掴んで抱えてっていうのが一つの型だと思うんですけど、自分でやった時はあんまりこう抱え上げるっていう感じではなかったかな、うん、とにかくキックに合わせて組んでいく入っていくっていう感じ、うん、ケラモフの打撃っていうのは どんなでした、やった感じ。打撃は、はい、まあその基本やっぱオーバーフックがメインですね、うん、組みつくためのパンチ。ただ俺とやった時に比べたらもう全然強くなってるから、まあ、体もすごかったしな、10キロ戻るタイプ、うん、寿司食ってましたからね、計量の 2、3時間後にいくら食べてました。寿司三昧やってましたね。いくら食べてましたすごいな。斉藤さんはそのリカバリーでこうするこうするみたいなのあるんですか。はい、基本的にはありますけど、うん、肉は食べないですね僕は。あ、おかゆとかあのサムゲタンとか、うん、そういう感じですね。消化にいいものをとにかく食べるような。それはもう決まってるんですか。大体決まってますね。あ、こういうふうにやる、はい、リカバリーするみたいなのが決まってるんですね、はい、肉も食べないし辛いものも食べないし、うん、そこに寿司っていうのはどういうイメージですか。寿司は全く今まで食べたことはないです。計量終わってからすぐ寿司食べる寿司っていうのは発想にはならないです。発想にならないですね。まあ、生ものがちょっとやっぱ怖いですよね。怖いですよね、うん、自信あるだったらいいですけどね、自分の胃袋に、うんうん、それを食べちゃうあっちの選手ってどういう思いますか。まあ、なんかやっぱ海外あるあるというか、その遠征で行った国のものを食べる選手は強いっていうのは、うん、だからやっぱみんな言うんですよね。その現地のものを食べる、うん、持ち込みはしないでみたいな人は強いっていうのがあるんで、うん、まあ強い生物なのかなっていう感じですよね。現地のなんかこの空気とか水とかを入れて自分のものにするみたいな。すごいよね。いや、できるものではないと思いますよあんまり。すごい、うん、それ何なんですかね、外国人特有のものなんですかね、それ。日本人には向いてないのか。実際その韓国とかで試合してる選手も日本人とかで行って辛いじゃないですか、うん、お腹下して次の日すげえ大変だったみたいな話はやっぱよく聞きますよね、うんうん、辛いものを食べる自国あの別の国で食べるっていうのはやっぱちょっとこう緊張感がないっていうか、うん、やっぱり水抜きってやっぱ海外の選手と違うんですか。全然幅も体質は違うって言いますよね、うん、そのやっぱり筋肉が多くて体脂肪が低いと水抜きの量は多く可能だっていう理論上はありますけど、その人によって全然違うと思うんで、そういうフレームとか筋肉量、水分量と何キロ抜けるみたいなのは日本人が海外の選手と真似してもこれは良くないんじゃないかなと思いますね。参考にするべきところはあの多々あると思うんですけど、北米の人の真似をしてもこう東洋人というか日本人とかは内臓が全然もう作りが違うから同じようには抜けないとか、戻りもまた違いますからね、うん、あっちの人は本当10キロ戻っちゃ普通に10キロ戻ったりしますからね。こっちは頑張んないと8キロとかしか戻んないのに、まあ、10キロ戻ってベストで動けるってことはやっぱそういうことなんですよね、うん、実際斉藤さんもケラモフと戦った時に、はい、まあ、計量の時でもフェイスオフして、はい、試合の時でもフェイスオフしてますけども、やっぱ体こうリカバリしてるなみたいな感覚はあったわけですか。僕が測る前にケラモフがいたんですけど、うん、意外となんか俺だな細身に見えるなあ、まあでも思ったほど大丈夫だな、うん、次のヒーリングで見たら血管ポワーッやっぱそうなんだ、ね、これはあかん、うん、と思いましたね。もうバンバンって膨れ上がってて、いや多分これ10キロ戻ってるやつやなみたいな、うん、なんか当日の体重知りたくなっちゃいましたね。でも全然脂肪ついてないから体、うん、多分1日で5キロ以上は抜いてんじゃないかな水で、うん、海外の選手がどう水抜いてんのかどういうリカバリしてんのかとか、うん、そういうね動画あったら見てみたいですよ、ね、いや本当に本当そうっすね。でもホテルは一緒ですか。みんなですか。うん、選手大体一緒っすよね、うん、大体ってことはそこの同じようなホテルで、はい、ケラモ選手もそういうのをやられてるってことですよね、うん、選手。そうですね、 UFC ファイターの水抜き見ると結構みんな半身浴っていうよりサウナスーツ着て動いて落とす人の方が多いですよね、うん、意外と、うん、はい、なんか銀紙みたいなのあそうとかやったり、はい、
あと顔、こういうのに入って、顔だけ出るなんかサウナみたいなのとか。お二人はどれぐらい戻るんですか、減量、水抜きした後の。どれぐらい戻るんですか。僕はまだ6キロとか 6.5 ぐらいですね。あ、そうっすか、はい、戻っても、当日72.5 とか、はい、戻そうと思ったらもっと戻るけど、うん、重くしたってしょうがないっていうか、ベストコンディションがあるんで、結局戻しすぎても動けなくなるんですよね、うん、なんかむくんでる感じがして、お腹もすげえ張ってる感じで、そうそうそう、なんか常にここに入ってるみたいな。タグの決勝のステーキずっと残ってたステーキ、そう、ずっと残ってる、あれ内臓がやっぱ疲れてるとパフォーマンスも、そう、パフォーマンスも下がんないですよね、あ、上がんないですよね。ティム・エリオットなんてそれこそあれですよ、計量終わってリカバリービール飲んでました。本当にマジか、風呂入りながら、外にあるジャグジー入りながら、なんかティム・エリオット明るそうですもんね、なんかね、こう陽気な感じですよね。そう、狂ってますね、あれ。合う合わないあんのかな、ちょっとあの、あいつも当日66か7あるっつったんで10キロぐらい、あ、やっぱ戻るんですね。そう、毎回戻してたんで、その、はあ、マジか。で1週間後また、そう、1週間に1回でまた戻して、僕が行ったタフの時は、はい、みんな前日に抜いちゃってました。前日うちにもうリミット、もう抜いて、そう、リミットで寝て、寝て、もうみんな死んでましたね。時間来るまで待ってるみたいな。そう、あ、ちょっと遅れてんのかな、でもこの人たちだけなのかなと思って、俺だけ当日2時間前にやってたんで、もう、ま、すごいですよね。でもそのタフのマネージャーとか焦っちゃって、うん、おい、あと3キロあるよみたいな、ヒロ早く抜けみたいな、大丈夫大丈夫っつって。斉藤さんはどうなんですか、前日に抜いて当日も若干抜くんですか。僕はあの落とそうと思ったら多分前日落ちますね。うん、でも1キロ残します大体。まあ、僕水抜き3キロって決めてるんで、あ、2キロ夜落として1キロ残り朝にやるって感じにしてますね、大体。でも落とそうと思ったらできるかな。残り1キロで何も飲まずに寝る、そのままってことですか。そうですね、寝るんですか、まあ、それで意外と寝れるんですよ、まあ、6時間とか寝れるんで、まあ、100とか200ぐらい落ちてますけど、でもう半身浴何回かやったらもう OK みたいな感じで、はい。で、おぎちゃんはね、当日に大体6時間、まあ、フライ級の時はでも大体分ける、そうですね、うん、フライ級はやっぱり5キロ近く抜いてたんで2日に分けてた、それ結構きついですよね、はい、だから堀口選手とやった時のフライ級とバンタムの時とあんまりこう体が変わんないですよね、あんまり。うん、試合の時ですか、うん、あ、そうっすね、見る感じ、はあ、毎回でもバンタムでやる時もイメージとしてはバンタムに合わせるっていうよりはフライの時がやっぱ一番動けるんで、その時のイメージでいつも戦ってます、ね、うん、戻しも、バンタムだからって言ってなんか67とか8まで戻しそうとは思わなかったですね。やっぱコンディションですよね。そうですね、64、やっぱ自分の動ける体重を把握して、64か5ぐらいで、だからそれで勝っちゃうのがすごい。自分のその数字を持つってすごく大事だと思う。うん、そうですね、自分の数字をとにかく持つっていうのは、これどうやって食べてるの、すごいですね、はい、すげえ。これ何人前だ、これサービスしてくれてるの。150人前です、150人前150人にしたらちょっとやば、あ、いいですね、はい。おぎちゃん、こう斉藤さんに聞きたいことがあったじゃないですか。いや、だから実際に、はい、ケラムフに勝ってるのって斉藤くんだけなんですよね。で、そのケラムフと実際組んでみての強さとかっていうのは、はい、こうどういう感じだったのかなと。やっぱ日本人選手と違う馬力とかそういうのあったのかなと。そうですね、まあ試合的にはすげえ難しい試合になっちゃったんですけど、うん、そのなんかいろいろ掴まれたりなんかっていうので、はいはいはい、組み力はやっぱり腕力は強いなと思いました、うん、はい、ただ結構雑なとこがあるんで、うん、そういうのは例えば自分だったらもう下から立ち上がったりとかはできるなって試合中には思ったりしてて、はい、結構立ってましたもんね。そうですね、いいところ持てば多分いけるなってありましたけど、うん、何回かロープ掴まれて、あ、確かにクリーンテイクダウンいけなかったけど、うん、ああいうタイプには自分から組んだ方がいいかもしれないですね、うん、組むんだったら。なるほど、待ってるともういつか組まれてそれこそ上と下と散らされていくんで、うん、意外と僕自分から組めてた展開が多かったんで、うん、あの試合は確かにそれがすごく良かったなって今で思ってて。そうですね、はい、そういう風にペース乱すとでもやってきますからね、反則こうやってずらしてそんなことする捕まえてずらしてもう俺もうどうなってか分かんないぞ、ずれすぎてどうなってんだみたいな。でもそこも強さなんでしょうね。まあそれももうちょっと飛んでる強さというか、そんぐらい勝ちたいというか、はい、でもなんか分かんないですけど本人聞かないと、うんうん、僕の試合以降めちゃくちゃ技術的にすごいあの上がってるなと思ってて、
なんかその丁寧になってるんですよね、技っていうかその動きが。確かに今回の朝倉未来戦もなんかしっかりと見てたもんな。いきなりバッて突っ込まないで、突っ込まないでちゃんとタイミング見てて、距離も遠かったし、立ち合いからすごいポジションが、その自分の位置が、立ち位置がすごい上手で、姿勢を身につけてきてるのがすごいなんか嫌だなと思いますね。あの時はね、ほんと大変でしたけど、試合終わった後もボロクソ言われて、あれ東京ドームでしたよね。そうです、そうです、苦い思い出です。そうですね、東京ドームだった、はい、おぎちゃんが寒天とやった時、寒天とやって、俺がクソみたいな試合して骨折した時、空調の音が聞こえた。そうです、そうです。うわすごいの来たよ。うわすげー、すごい。アゼルバイジャン大会がこう今発表されてるんだって、はい、今榊原さんが言ってますね、アゼルバイジャンね。あー言ってますね、はい、言ってますね。交渉してんだろうどういう話になるのかわかんないですけど、ちょっとなかなか厄介なタイプでありますね。アゼルバイジャン、はい、どうですか、どういう印象ですか、アゼルバイジャンに対しては。アゼルバイジャンは観光で行きたいなと思います。もしかしたら観光というか、なんかそういう解説的な、そういうのに追われる可能性もあるかもしれないですけどね。ケラモフとタイトルマッチの中の解説的な感じで最初に呼ばれる可能性もあるかもしれないですけど、13時間かけてかけて、そしたらまあ日本のあの副音声でのユネクスさんアゼルバイジャンアンバサダーなんでもアンバサダー格安ツアー組んでもらって、あの時もやっぱ遠藤さんと話したんですけど、その試合するしない時、あのケラモフと、もうなんでケラモフ選んだのみたいな、そのもっとなんか楽な相手っていうか、そのまあ楽な相手って言ったら失礼なんですけど、ケラモフって斎藤君とやる前誰かとやってましたっけ。カイロアゴンってやってて、あアゴン戦でも判定でしたよね、あれは。はい、まあ判定だったんですけど、ほぼワンサイドで勝ってて、やっぱり一番やりたくないタイプではありましたね。名前はないけど間違いなく強いみたいな。それが皆さんに伝わらなくて俺は辛かったんですけど、全然伝わってなかったっすね、あの時は。2年経ってようやくなんか分かってもらえたところはあるのかななんて。斎藤しかいないってなってますからね、勝ってるの。あそこでやってたことが、こう今につながってるところもあるんで、平本選手とやるときもそうですけど、と1年後、2年後ちょっときついなって思ってて、じゃあやるんだったら今のがいいかなっていうのは、なるほど、はい、思いました。でも大体、次ケラモってなったらどういうふうに戦うっていうのはもうシミュレーションができてますね。おもう大体こういう風にやんないとダメかなっていうのはもう自分の中ではありますね。やっぱあの堀江選手の試合もそうですし、はい、あのミクル選手もそうですし、ちょっとこうバックに入りかけて強引にこうチョーク持ってくみたいな特殊な形ですよね。そうですよね。ポジショニングを取らないでまず首にかけてそこから持ってくみたいな、サイドチョーク的な、はい、力でこう、はい、持ってくみたいな。堀江選手の時はもう半分落ちてましたからね、でもあのシングルバックでしっかり足で固定して、でこれで持っていくみたいな。あれ足が強いですよね。足が強いと思う。そう、足が強いからあの体勢でできるんだよな。だ多少不完全でももうここさえ組んだらもう自信があるんでしょうね、顎の上からでも締めるみたいな腕力締めですよね。痛いね。それはでもやっぱアゼルバイジャンじゃなくて日本でやってほしいですね、もしやるなら。本当にまあペーパービュー売れるでしょう。まあでもクレネル選手と金原選手の試合の勝者がまたねそこに絡むかもしれないって話もあるんで、そうっす、ね、まあ、ちょっと流動的になりますけど、確かに、まあ、ストーリーがあるんでね、僕の場合はなんかあるのかななんて思いながら、なんかこうかいつまんで使えますかね今のところ。かいつまんで全く使えないこれは使えないでしょ。それからもうね今編集していただいて、チャンネル再生のおぎチャンネル分もうまくです、はい、